京福バス株式会社は福井県福井市に本社を置く路線バス貸切バス事業者。京都府において鉄軌道事業を行う京福電気鉄道の連結市会社で京福グループに属する。元は1941年6月26日に設立され丸岡バス株式会社として福井県内で営業していたバス事業者が2000年4月に 京福電気鉄道の直営バス事業を譲り受けし、京福バス株式会社に社名変更したものである。なお、京福バスの名称は、京福電気鉄道直営時代の路線バス、貸切バス事業の通称としても用いられていた。京福電気鉄道は、2000年12月と2001年6月の越前本線列車衝突事故により、2003年2月1日、 福井地区の鉄道事業を担当していた福井鉄道部を廃止し越前鉄道へ事業譲と福井県内の鉄道路線から撤退したこのため陸運業においては鉄道会社と同盟の系列バス会社では営業区域が異なっているなお京都府内において営業を行っている1991年まで慶福グループに属していたバス事業者は 京都バスである。現在、京福バス本社には、以下の事業所が併設されている。北陸道特急バスドリーム、福井号、内は共同運行会社路線バス現在の、運行路線の詳細は、公式サイトの路線バス時刻一覧表を参照。近年運行開始された特徴のある路線として、以下のものが挙げられる。大和大古ライン線で使用される。 ノンステップバスフェアモール福井専門店街、エルパ専用ラッピング、福井駅森田駅越前大野駅大野3番、勝山駅前あわら温泉駅阿波ら湯の町駅、丸岡バスターミナル三国駅永平寺口駅福井、大学病院2020年時点で、コミュニティバスの運行を受託している路線は、以下の通り。詳細は、公式サイトのフリーキップを参照。2020年時点で、 軽服バスの保有車両数は以下の通りとなっている。導入車両のメーカーは2018年時点で日野自動車と三菱不走トラックバスの2車製が全体の4分の3を占める。日産ディーゼル製、イスズ自動車製の車両も在籍する。京都バスとほぼ同じデザインとカラーリングでクリーム色にマルーンの帯をまとったデザインとなっている。 京福電機鉄道の子会社であることから、京都バスや京阪バスからの移籍車も運行されている。一部は、神戸市営バスからの転属車もあるが、これは、神戸市営バスで、廃車後一度岐阜県のドライビングサービスが、岐阜県臨場の送迎バスとして使用後京福バスに、転属したものである。また、近年は、阪急バス、名古屋市営バス JR 東海バス、大阪市営バス、 神奈川中央交通、東急バス、京成バス、北港観光バス、京急バスなどからも中古車両が導入されている。2008年から福井出身の初夏、吉川十一が記号したシーングバスを採用している。路線ごとにカラーリングとデザインが異なるのが特徴である。2017年1月17日、京福バスが運営する居酒屋、 海鮮大集佐かたら服を開業し、直営事業で運営している。ありがとうございます。